ポスト羽生譲る不在のフィギュアスケート人気の綾やさ、五輪連覇を果たした絶対王者羽生譲るがリンクに帰ってきた。11月3から5日のグランプリシリーズ第3戦フィンランド大会で圧倒的な強さで優勝。11月16から18日の第5戦ロシア大会でも優勝。他の日本人選手も同様に GP において華々しい活躍を見せているが、ポスト羽生と呼ぶにはまだまだ足りない部分もあるという。 果たして足りない部分とは語っていただいた五輪連覇を果たした絶対王者羽生結弦がリンクに帰ってきた。11月3日から5日のグランプリシリーズ第3戦フィンランド大会で圧倒的な強さで優勝。次は11月16日からの第5戦ロシア大会に挑むフィギュアはテレビ界においてはドル箱。ゴールデンタイムでも安定した数字が期待できます。浅田真央さんが現役だった頃は 20%超えも珍しくありませんでしたし、それ以降は多少落ちたとはいえ、平均15%は超えています。宇野昌磨選手らも頑張ってはいますが、羽生選手が出ぬかどうかで視聴率は大きく変わる。今でも羽生選手の演技の瞬間だけは20%を軽く超えるんです。日本での視聴率は業界全体のスポンサー収入に直結する。今回、 羽生の参戦したことで放送するテレビ朝日やスポンサーは大喜びしたことでしょう。広告代理店関係者、プロ野球の人気カードでも数字が取れず、ゴールデンタイムの地上波放送はほとんど実現しない現在のスポーツ界。フィギュアスケートの視聴率は、ワールドカップ前のサッカー日本代表戦にも匹敵する。当然、関係者の誰もが今の人気を維持したいと考えているのだが、フィギュアの取材を続けるあるスポーツ新聞の記者は、 その最大のキーマンである、羽生の様子が気にかかっているという、竹内鈴鹿誠。波乳譲りに家族も絶賛。唯一妹に褒められたヒロイン失格を描いた、高田もむこの漫画を、竹内鈴鹿誠×浜辺南教員で実写化した爆笑必至のラブコメディー映画、先生君主。この度、1月30日、水曜日リリースの本作のブルーレイ &DVD 豪華版の特典に収録される。 ビジュアルコメンタリー映像の一部が到着したイケメンでズの名跡だけど、冷徹で皮肉列車の高校教師、ヒロミツと、ちょっぴりおバカだけど恋に恋するパワフルヒロイン愛はのちょっぴり禁断の恋をハイテンションでコミカルに描く本作、リリースに先駆け今回公開されたのは、ブルーレイ &DVD 豪華版に収録される、ビジュアルコメンタリー、教えてヒロミツ先生。放課後補修編の一部。 ヒロミツを演じた竹内さんとアイワを演じた浜辺さんが本品を見ながらテーマに沿って撮影を振り返っている公開された映像では職員室でアイワが金八先生のモノマネをするシーンを見ながら映画の宣伝で他の場所でもやってみたけどこの時が一番似ていたと浜辺さんまたいつもクールなヒロミツ先生がそのモノマネを見て笑うという胸キュンポイントでは劇場に見に行った時女の子観客の女性たち声漏れてました キュンキュンしすぎてと浜辺さんが教えると、思わず照れてしまう竹内さん。さらに、公開時も話題になっていた。広光先生がジャージを脱ぐシーンに移ると、来た。羽生結弦さん開け。と浜辺さんが反応。すると、竹内さんが、唯一妹に褒められたと笑顔で家族の反応を明かした。ブルーレイ &DVD 豪華版では、今回の二人のビジュアルコメンタリーの他にも、クランクインからクランクアップまで追ったメイキング映像。 歓声披露や初日舞台挨拶大ヒット公開後イベントを収録したイベント映像集などここでしか見ることのできない貴重な映像特典が満載だ先制君主ブルーレイ &DVD は1月30日水曜日リリース羽生結弦の感謝の手紙付き2014の1号から2017から18シーズンの記念フレーム切ってセット登場日本郵便は 羽生結弦選手の2014から15シーズンから2017から18シーズンの活躍を記念したフレーム切手セットの申し込み受付を全国の郵便局と通販サイト郵便局のネットショップで9月18日から開始する今回発売されるフレーム切手には2014から15シーズンから2017から18シーズンの羽生選手の競技写真を使用このフレーム切手には 4シーズンのプログラムの写真が収められた特製 B5 サイズカード12枚、練習時などの写真も収録した特製ポストカードブック20枚つづり1冊、特製ホルダー、ケース付きっ子がセットになっている。商品とともに羽生選手からのメッセージを印刷した手紙も同封される受付期間は、窓口では12月14日まで、郵便局のネットショップでは12月17日まで。 価格は送料、消費税込みで4500円となる。配送は9月18日から10月14日までの申し込みが10月31日から10日以内、10月15日から11月18日までの申し込みが12月17日から10日以内、11月19日から12月17日までの申し込みが翌年1月15日から10日以内となる予定数を上回る申し込みがあった場合は、 お届けまでにお時間をいただく場合がございますとのこと。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。